はい、じゃあね、知れよ、何やってんすか。バッ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 、
そんな気にする。おめえさん案外気にするな、そういうの。いや、入ってきちゃった、耳に入ってきちゃったんだ、しょうがねえじゃん。いけだよ、いけ。なんであんなハイテンションだ。 OK って言われたらお前いけだよ、いけ。じゃねえよ、いや、もう今日からチーズ牛丼限定なの。まあ、陽キャではねえな。いや、いいキャだよ、やった。陽キャでも普通だよ。普通キャでも普通キャ。何普通キャって何？ノーマルキャだ。いや、いいキャなの。ノーマルキャ。そういう風にね、自分のことね、なんかね、アベリージーって言ってるやつはね、陰キャなんです。お前の方が陰キャだ。はぁ、俺超陽、あの、太陽頭さんさんの陽キャだよ。いいね、デブキャン。バカじゃん。殺すー。昨日何て言ったんだけど、デブソーチ様だっけ。デブソー様でしたで。ああ、そうか。はい、デブったー、セクヨータ。牛丼2杯食う人は、デブソーさん2杯。普通大盛りだよ。スキヤのさ、だってスキパスも持ってるしさ、牛丼並み頼んじゃってさ、足りねえかなーって、もう一個頼んで食っちゃってさ。やだ、大盛り。ちょっと負けてんだよな、大盛り。負けてねえ。大盛りはもうさ、もうデブですって言ってるの。ナビってまださ、もうちょっとアベレージかなって。ナビ2杯食ってたら変わんねえよ、大盛り。アベレージ。でさ、デブですと一緒だよ。でも、ね、ナビ2杯ってとこからもうデブレージって感じじゃん。そこですよ。わかる？わかんねえだろうな、おめえにはよ。デブのな、快感ってもんがあんだよ。コウスケさんが言ってたんですよ。男って食いすぎるとデブになるっていう習性、本当にかわいそうだと思って。おっしゃる通りですよ。本当悲しいよ。人生決め事以外稼ぎです。さあ入ろう。あんまスピード出すのよ、お前。大丈夫大丈夫。なんか来てない。来てないですね。ハエの来てない。なんかキキって落としたかな。ハエの来たとしてもごめんねえだしなんだけど。いやいや、対向車が来たのかなって。まあでもさっきのカップルには絶対俺負ける自信ある。何を？こう競り合ったら。あ、オッケーって言って。オッケー。俺オッケーできないんだ。オッケー。オッケーってできない。めっちゃマドナに止められてたからびっくりした。ミラだったのかと思って。そこに止める通道だよね、多分。うん、うわ頑張ったの。いや、ほんとさぞや彼女出るとき出づらかったでしょうねと思って。頑張ったの。デート仕様でスカートまで履いてきた彼女は相当オシャレしてるよ。前に出してほしいって、それ言うわね、うん、だって、あ、奥広かったり、なんでそこ止めたのかなって疑問になりながら。いや、俺みたいな車もいるから。で、俺これ大好きだから。何が？ノートか。いや、別に送る。俺はノートが大好き。もう、ノートオーラとかもうね、なんか改造、なんかもう高級になっちゃったイメージしかないんですよ、私にとって。あんま好きじゃなくなっちゃった。いや、ノートはもう庶民派でいいんですよ、もうずっと。わからんと。なんかもう、ノートオーラっての出た瞬間にもう、なんか、あと、クマ大丈夫？そんなとこって。あ、大丈夫。運転の妨げになるよ。